ディック・ブルーナ、1927年8月23日から2017年2月16日は、オランダのグラフィックデザイナー、絵本作家、ナイン・チェップ・ラウスやブラック・ベアの生みの親として知られる。ブルーナは1927年、ユトレヒト州ユトレヒト市で、出版社、A.W. ブルーナズームを経営する父、アルバートと、母ヨハナのもとに生まれる。 絵が好きな大人しいタイプの少年で、いつもスケッチブックに絵を描いてはそれを大切にしていた。また、父が出版社を経営していたこともあって、様々な本に読み親しんだ。中学に入ると、父の書棚にあった、レンブラントやファンゴッホの画集に触れ、鮮烈な色彩や画法に強い衝撃と感銘を受ける。そしてブルーナ社の専属デザイナーの下で、絵の基本を学び、 油絵を描くようになる。また音楽にも興味を持ち、特にシャンソンに夢中になり、アコーディオンを手にし、演奏や作曲なども楽しんだ。1945年に第二次世界大戦が終了すると、画家になることを強く志望していたディックは、通っていた高校を辞める決意をするが、長男である息子を後継者にしたかった父と対立。その後、 後継者の研修をするのであればとの条件付きで高校を退学する。退学した彼はオランダの書店やイギリス、フランスの出版社に研修に出向き、出版の色派を学んだ。研修の合間には同じ画家志望の者と出会い、美術館や画廊を精力的に回り、様々なインスピレーションを得る。特にパリではフェルナンデジェや アンリー・マティスといった現代芸術家たちの作品に、ディックが、それまで抱いていた絵画のイメージを大きく、覆すほどの強い衝撃とインスピレーションを受ける。そしてディック自身もスケッチブックを手に、街の様々な風景をスケッチし、油絵にしていった。20歳になったディックはオランダに戻り、父や祖父に、改めて、自分は経営者には向いていない。 アーティストになることを認めて欲しいことを告げ、ディックを後継者にするつもりでいた父を説得し、これを了承。アーティストとしての道を歩むこととなる。20歳以降の数年間、アーティストとしての方向性を探る日々が続いた。本格的に絵を学んだことのなかったディックは、アムステルダムの国立美術アカデミーに入学するものの、方向性の違いから退学する。その後、 様々なアーティストの画法を研究し、アンディ・マティスやレーモン・サビニャック、カッサンドルたちの単純な輪郭や明快な色で構成されたシンプル、かつ訴求力のある作品を研究し、自らのデザインスタイルを確立させていった。1951年、24歳になったディックは、イレーネ・デ・ヨングという女性と婚約し、2年後に結婚。 またこの頃からブルーナ社の専属デザイナーとして働くようになる。ブルーナ社に入社したディックは会社が発行する様々な書籍の想定を任され、ジョルジュ・シムノンのめぐれー部シリーズなどミステリー小説を中心に年間100冊もの想定の仕事をこなす。これらの想定は書籍のタイトルさえ分かればいいという、それまでの想定の概念を覆し、パッと一瞬で引きつけるような、 シンプルで斬新なデザインスタイルであった。また、ブルーナ社のシンボルとしてデザインし直した熊がペーパーバッグなどに使われ、その熊に手を加えたジアバルタ・ビアチャスが読書週間のポスターなどに使用されるようになる。1953年にレーネと結婚。初の絵本でアップルを刊行する。1955年になると気軽に買えるペーパーバッグ。 ブラックベアシリーズがスタート。この頃には年間150冊もの想定を手掛け、同時に宣言用のポスターなども多数手掛けた。またこの年、ナインチというウサギを主人公とした字のない絵本を刊行当時、子供向けの本といえば写実的な描写が主流で、デステールをはじめ現代芸術運動の流れを組む斬新でモダンなキャラクターたちに大人たちは、 子供には理解できないと敬遠していたのだが、シンプルな線と明快な色彩は子供たちの指示を得た。1959年、それまでの絵のタッチや本の形を変え、色にはブルーなカラーと呼ばれる赤、青、白、緑、黄色を使い、以前に観光したリンゴちゃんを描き直し、加えて新しく描かれた子猫のネイル、黄色い小鳥、ピーンちゃんとフ、 イーンちゃんなどが現在見られるような正方形の絵本となって刊行。1963年にはナインチェを新たに書き直し、各国語に翻訳される。日本でも1964年に石井桃子の訳により、小さなうさこちゃんとして刊行され、多くの子供たちに指示を受けた。その後もコンスタントに絵本を発表し、人気絵本作家としての地位を確実に築いていった。 ディック・ブルーナハウス1971年、アムステルダムにディックの著作権を管理するメルシス社を友人のピーター・ブラティンガと共に設立。そして創作に専念したいとの思いから1975年にブルーナ社を退職する。独立後、社会福祉関係の仕事にも力を入れ、障害者向けの案内記号、歯の健康、献血、 石十字などの公共広告のポスター、デザインを数多く手掛けた。また創作のみならず、様々な場所で子供たちに絵本を読み聞かせるイベントを行い、常に子供たちの目線で見つめ、考えて、それらは創作の情熱にもなった。日本においても、うさこちゃん、ミッフィーとして、その愛くるしいキャラクターたちは、オランダに負けないほどの人気を博す。 また1998年には郵政省の文の引き手のデザインを提供した。2006年2月にはリック・ブルーナハウスがユトレヒト氏のセントラルミュージアム横に開館し、リックの作品が常設展示される。2016年2月にナインチェミュージアムに改唱された。毎日自転車でユトレヒトのスタジオに通って創作活動を続けたが、2011年に 恒例のため引退したと2014年7月に報じられた。2017年2月16日、ユトレヒトにて老衰で死去。満89歳没。ロッテルダムにあるブルーナの手堅いかの年はすべて減少の出版年。出版年、出版社の記載がない本は日本語版未完。声の出演、長沢綾瀬の出演、兵道誠声の出演。 マコ誠ナインチェゾー、不法ディックブルーな施政居のお知らせ。西川リビング。https w w w n i s h i k a w l i v i n g c o j p スラッシュ news2 スラッシュ 170220.php2020 年2月16日閲覧ミッフィミュージアム。 2019年3月19日閲覧。ミッフィーの生みの親が引退恒例で、すでに創作停止。日本経済新聞。2014年8月9日閲覧。リック・ブルーナさん死去89歳。ミッフィー作家。朝日新聞デジタル。朝日新聞。2017年2月17日閲覧。ミッフィーがいつも正面を向いているわけは、意外と知らないトリビアまとめ。 2017年7月20日閲覧。マクパワー2007年4月号。ありがとうございます。